やっぱり我々の地域の産業として古くから、まあ、やってきた産業なんで、石灰岩に関して、まあ、後藤さんは大理石の彫刻家ということですけど、一つ外すことのできない分野だと思いますんで、その辺はですね、ちょっと後藤先生にぜひいろいろと話を持ちかけていただければと思うんですけど、あともう一つは、これ白黒ですいませんけど、後藤先生がもうちょっとその秋吉台カルト地域の大理石って書いちゃいますけど、これは遺産も入ってます。詳しい説明を書かれた資料も今用意してますんで、これもぜひご参考にされてください。そうですね。で、まあ、今日は土屋先生もいらっしゃってますけど、イサの売薬の話から、薬を入れてた紙の袋とかですね、包むものとか、そういうのはやっぱり大事なことごといろいろと土屋先生も知ってらっしゃいますので、ぜひそれを引き出していただければ、それが大変いいんじゃないかと思います。どんどん質問されてですね はい、これはどうなんだろうかってですね。で、まあ、そういう時に大事なのは、またさっきのに戻りますけど、8つのテーマって書いた、まあ、8つほど書いてありますけど、まあ、ざらっと見ていただいてですね、こういう視点からいろんな質問を投げると、まあ、いろいろといい地域の、資源が、お宝物がですね、発見されますよっていう、そういうことですね。上の杉田には、メモを取る方を誰か必ず重要なんで、もう一人ぐらい、それはちょっと整合性をつけないといけないので。どうなのかな、講義の可能性もある。高山道とかこうあるわけですね。この中から見てほしいもの、見て宝物って言ったら、宝物って言われたらやっぱり下方の家じゃん。俺の家もあるけど、宝物って言ったら私はここら辺にあるよね、ホイト穴とかなんとか言うだけで分からん。ホイト穴ってある、穴がある、分からんかも。からもう水がするとこやから ここは野村さんだけど、その前は村上中。村上っていうのはやっぱ酒屋が所長。どれの中山さんも、中山さんもね、
池田さんと同じように庄屋で酒屋して、ここも酒屋して庄屋も兼ねちゃったんですね。でここへまあ携帯屋の、まあ、幹部がこけた町だったから、まあ、本人になっちゃうけど、一応ここで協議してしたということで、ここへ来ました。まあ、これ前に誰にしたら、この瓦が愛想ついて言ってるけど、その瓦のことはよくわからんけど、これは珍しい瓦だと言って言ってたんですよ。どこが違うんかなと思ってよくわからんけど。このね、瓦の吹き方が違うんですかね。あ、いや、瓦の、あの、見た人が、この瓦は大事にせんに来ます。ここがね、あれ、それを重視からしてあるか。あ、見えた。今この宅地の後ろが全部酒蔵、あ、そこです、酒蔵がありましたね。こちらの村が覚えちゃうから、うん、昔、市公民館からね、屋根のこの敷地を移した時、あの、移しています。長屋かね、酒屋だから、私が嫁に来た頃はまだ何かしたの。それはずっとありましたよ、最近だったから。そうそうそう、だから、この蔵は元からこれ酒屋所ちゃったからね。その蔵がその蔵は溶けてないか。野村酒屋さん後から来ちゃった。あ、そうですね。これ蔵じゃないですか。やっぱ蔵ですね。蔵の名残ですね。これは部屋ですね。これあの、これ住まいですね。あの奥にあの今からの空き地になってますけど、そこは長屋みたいな。40年泥が見えて、中華のお金が貯めとくじゃん。会社のものを使えるじゃん、ここで確実できよったんじゃから。そうですね。今、冷やせさん、あ、今、落ちてないよ。野村さんもね、落ちてないよね。池田つて昔は、あの、イビス様はコケだったんですね。あ、小さいお村で、昔は小さかった。何それは、私も記憶はないけど、ここへ恵比寿様が今、あそこへ大きいのが、まあ、立って。ああ、恵比寿様、ここあったんですよ。恵比寿様の位置、位置の神だから、恵比寿ここで位置が立ってたんですね。そう、位置が立ってたら、ね、ここが、ここは本町になっちゃった。で、ここずっと露天屋がね、お祭り的な露天屋が立って、うん、で、ここはもう、こういう T 型になっちゃうんですね。で、こういう道路は後から作ったんです。あの、お寺はそのままですけど、あの角がですね、あの下関の、あの演習場というか、砲台の、あるいは訓練で開けるで通るんですね。はい。僕は砲台をね、あれを曲がれるんですよ、角で。はははは、曲が長いからね、たぶん出すった感じで結構ね。砲台通るとこれをまっすぐせえってことで、ない。軍事命令じゃない。それでここで道路ができる。土屋さん。あそこにもね、同じようなものが来たときだが、ね、噂の角に。ああ、あれは一国屋を得意する。男さんがどう思われて。二教が泊まられてね、うん、あの船が泊まられて、うん、それが帰られるとき、一国屋を得意がついていったんです、下関に。うん、ああ、まあ、案内ちゃおかしい、うん、それで一国屋を得意。うん、はい、でも教育委員会はやっぱりあるんですよ。そうそうそう、山発掘するんです。これだからちょうどお寺がここに来てね、ちょうどここへ、だから別に道路なかったんですね。はい、古い映像で見ると、ここ T 型になってね。はいはい、なっております。境内だったんですね。ここへ行けば、お寺の境内ですよね。なってたんですよね。サーモニー。ちょっとすごい消えたみたいなのね、あのお寺は。そうそう、肩が切られてしまう。イブラですかね。イブラですかね。あの家も、ね、あの建物を見ちゃっても、なんか電報電話局じゃないか、ああいう形で電話局か。つい一時やることがあった。ここがあの、なんかね、銀行があったんですよね、池田さんね、ね、この角っこね、なんか、ここが銀行やった、池田さんが、ね、あれ、これがちょうど、あれ、こっち横に、あの、道が今ちょっと潰れてるけど、奥にずっと、柵ができてる。これもうちょっとあれだったら、今度は古い形の郵便局でね、こういう形したらね、あそこなんですね。ああ、そうです、そうです。これ屋根が。ああ、これ郵便局ね。昔のなんか、遠くに住んでるやつやろ。中本さんが後で、ここはレントゲン室やらないやつ。産婦人科やったの。
こういうふうに昔は石垣をこういうふうに iPhone にする場合石垣で石を使うのに自分の設計をちょっとやったっていうのがテレビで見ましたよ。この辺は村上にやったの。あの出会い時の話をされる人がね、見に来たらみんな石垣、出会い時に石垣になっちゃうっていう。そうそう、うん、これもそうじゃないですか、言えば。これも。これも。珍しい。でも持ってないし。ね、だから峰の人は面倒珍しくなんともないけど、ね、もったいないことしょっちゅうって、あなた言われたんじゃね、もったいないですよ。びっくりしますよ。世界が生でいいけどね、これ大好きなんだから。どれってこれ、これまでやったんだろ。それはこの辺、串焼きの辺のところで出してきた時があった。久しぶりの反対側ですってね。うん、座礁学校の反対側に、あの山手茶橋が、うん、あまり高い山じゃないけど、今は、昔は知らんころは、田中さん、田中さんのところかな。ゆずりばあちゃんだったね、お母さん。こっち行きましょう。あの頃メガネかけてね、新聞なんでばあちゃん、めったにお茶なかったよ、あの頃。懐かしいな。ここはいつも会社のお湯来るためにここを通ってね、このこっちのところに用意してこれはこの辺もね、あんた間近。僕はあの町出てくると会社のここを通ってから、あ、向こう行かんと、この辺でしますよ。この辺でします。はい、あのね、あの辺なんですね、あのリンが作るとこう分かれてた。じゃあ、あれアルバイト行った。何を作るリンが。あの、セメントとバンタやったの。家庭班って、タンタンタンと焦る。アルバイト、アルバイト。
皆さんこれ見てもらうといいんだけど。昔は通りよったよね、ここ。ここが映したこ、あの元馬車の移動の馬鉄、あの馬車にここどこ走ったんですよ。この道ですね。あ、これはその今の橋屋さん上の鉄橋。そう。いや、何が通りよったかなと今思う。この山がこう、どこから今が何時も立ってたら。こういう馬が馬がいっぱいよかったですね。お客さんのですね、荷物乗せた。お客乗せて、これいつ頃のこと、うん、これが船。これ明治。明治。向こうに家があるよったやん、うん、ま、ね。いや、この両側にね、家があるよったですよ。一応中学校が、ここだーっと。家があってね、ここでは泳ぎよったですよ。ここまで来てね、泳いでましたよ。あなたもね。うん、小学校の。これ欲しいです。これはどこまで流したのに、ね、これはどこまで両側こっちも家であったの。土屋さんも何メートル走った何百メートル。ここから今、ミネ、ミネイラの駅からずっとこう。ミネイラからこう通ったの。ここは。あ、今ね、あの、貨車でね、送ったの。これやね。あ、これで馬が引っ張れようですね。馬がね。あ、へで、お客を乗せたりね。あの、貨物はあの、まあ、石灰やら。普通この辺から乗る。あの、乗せようってやる。ああ、これがあれ、ああ、これがあった。停車場がね、何か所かあってね。はいはいはい。あれだけど、だんだん、もう、あ、儲かるんですよ。ありだわ、安くて。だから、この、石灰も運びよったわけ。ああ。石灰も。ああ、この馬で。この鉄道。まあ、なんて原始的なの。ああ、まあまあ、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 まこのあれですか、レールは、これでいいのもあれですか、うん、そのレールでいいね、これが。このレールはその時の。これは、これは、これは、違います。汽車の、汽車のより狭いね。これね、あの、ここね、日本石灰、あの、向こうの方までね。だから、ちょっと向こうまで行っちゃうよね。じゃあ、この、何、日本石灰のね、あの、やら、アルバイトで言おうな。私が、行ったことが。まあ、肩のところも朝的にちょうど、あの、ね、高台の、あれ長いから、星が長いものだからね。これね、青座の方にね、赤だよ。肩が4曲がりくらい。油だよった、昔ね。あんないね。親戚。こうして、サボン会議終わった。それと、あれと違う。ここはまあ、皆さんね、イルス祭りじゃなきゃ、イルス神社が。イルス神社さん。先ほど中島さんの肩へ、小さいお風呂があったって言いましたよね、はい、あれがこっちに小さいあれがこちらに商売の神様と、まあ、まあ、言えそうだから何でも服は来たんだよ、ね、あ、何あったっけあ、こんなあったよ初めからいや、初めからはないよ、ね、ここはあの伸びた閉めてあれの時、あのなんかテントが張ってからここであれを売ってみようとおみくじをおみくじをここ今でもしてるさ、いや、ここよ、おみくじは。山はね、ここに違いますね。これは、あとで見んやったら、これ誰か後で。ちょうど刀の江戸行ったったんじゃない。見て。それではこっち食事どころ。はい。そっち行くの？大平大平さん食事どころで。これ食べちゃう仕事しようとする。南横町ちょっと。南横町ちょっとジャケットここ回るじゃないですか。はい、美味しい。すごい美味しい。ないから、うん、美味しい。ここ食べちゃう仕事しようと偉いから。あの、ビザッタ
ダイレクト先生が話を続け、みんなにはダイレクト。伊豆のは何、ダイレクトこちらです。これずっと言われよったんですで。これも言われよったんです、これも。ああ、それわしらが時々で、ね、クリーニング屋ね、できる。これが大理石、ね、大理石です、これ。これ磨いたらあんなつぶつぶだ。だから風化したらこう黒いのがついてあれやけど、これを削ったらね、なくしたらそうやけど黒になってます、ね。消えましたら真っ白になる。新町も2個あるし、どんどん見えてるやん。真っ白になります、溶けて。それはね、一番早いですね。これは溶けるなんやろ、古いのわけないやん。あら、もう汚れ。ここ井戸があっていつもないここで、うん、そうですね、飲むこうやってねポンプでね水が飲めなかったんですね。昔はあれですよ、溝蓋もでも大丈夫。ああ今度高級系ホテルに行きたいやん。あーそれそれそれこの無声がまだあるよ。あーでしょでしょでしょ珍しい、それも無声が無声が、私もちょっと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 だったね。無声がさ無声がねえかったね、ベアのメンチもええかった。クラマティング、でかいクラマティングとかあったよ。あーそうでしょ、休めてしまってるから。ここは元は若宮さんがあったんです。ここへ、あ、ちっちゃい、この辺、地頭って一の、まあ、若宮さんがあったんです。で、それ、なんていうか、小学校はここで、うん、はい、小学校でした。はい、で、お宮をこう、どこにも出ちゃった。若宮さん、若宮さん、伊勢へ移したり、あれにも、あの、伊勢にもあったけど、豪奢してする。それから一部は、私の方に行きます。道の下の方に行くよね。ああ、若宮さん。若宮さん。この辺に映画館があったの。いや、ここ。あの今道路、このちょうどこの信号のあそこ、私あのね、燃え寄る時見行きたい。小学校の時やった、ね、それが三上さんが宿直の日やったんよ、ちょうど堀越を通って、あの方がそこ一緒に並んでて、小学校あったんよ。山手からこわしの消防団で、何個消防団しちゃったからここへ来てる。ポンポスけどね、調子が合わんからね、やんじゃ力のついてるね、分かった方がいいや。あれ高原の観覧車、これ行ったら、あ、今から行く。あ、そうです。あれは絶対カノスマ揺れない。で、泥棒が何回も入ったんですってね。あ、今ね、およいよいなんか、今鍵がかかるよね。俺、どうやらなんだよ、カノス様。いや、思ったんですよね。私も。あ、この北門、こう見えない。これ階段があって、これ。あと、これだけ、この部分だけ、こう、継ぎ足して。ああ、これだけね。ねあ、門の階段。そうそうそう、階段。石垣じゃないから、階段で。こっから上がる。ああ、そうだ、玄関ですよね。あっちも上がる。これはお宮、どうぞ、お宮が建てた。そうそう、近所。うん。正門があった、小学校の猫が上がったとこ。急な階段だったよね、ここの階段はね。あの辺に保安殿が出てきたね。わしらこっちから上がらなきゃいけないね。二宮金次郎が。私が終戦が小学校1年だから、私。それはまだやけど、保安殿の話はいつあれやって年や。保安殿って何ですかね、知らんの。最低でした。それは天皇陛下と皇后陛下の写真が。門の中の時、最低でした。